疲れ様です。気をつけです。よろしくお願いします。はい、ということなんですけど、今日はですね、山崎恭介 NPCJ の会場でサポーター役をやってきます。はい、っていうね、報告の動画になるんですけども、ついに、まあ、僕がですね NPCJ の、サポーターの隣、サポーターというかね、まあ行ってくるんですよ、会場に。あの舞台裏に行ってきます。で、なんでこのようなことになったかというと、まあ、純粋にまず自分には、まあ、友達がいますね。で、その友達が NPCJ の大会に出るから、まあ、サポーターに行くよと。はい。で、サポーターに行って、やっぱり、僕、NPCJ の名前を借りてるわけですよ。順番を引く順番って。まあ、それは。で、NPCJ の名前を借りて、こんなにも宣伝しているわけです。はい。僕の YouTube を通して、あ、NPCJ っていう団体があるんだ。薬を使っていい団体があるんだっていうことを散々僕は紹介してきました。それをですね、もういい加減、やっぱり僕の YouTube を通して実際の現場を見せなきゃいけないと思うんですよ。はい。僕は今まで JBBF の現場だけ見せてきました。今度は僕が NPCJ の現場を視聴者さんにお伝えしたいと思います。はい。まあ、これがですね、大きな理由かなと思いますね。で、まあ、ここに行くとですね、皆さん思うと思います。ついに山崎、下り部さんと会うんじゃないかと。それはわかりません。自分もどうなるか全くわかんないんですけども、これはですね、行ってみないと僕もどうなるかわかりません。ここはですね、まあ皆さんが一番楽しみにしているところなんではないかなと思います。はい。で、そして一番気になる日にちですね。お前いつ行くんだと。NPCJ の舞台にいつ行くんだと思ってる方多いと思います。それはですね、3ヶ月以内です。はい、これだけ言っておきます。この日から、今日この日から3ヶ月以内に NPCJ のサポーター役として舞台裏に行きます。まあ多分ね、マスクしてバレないかなとは思うんですけども、3ヶ月以内に行って、もしかしたらライブ中継できるのかな、わかんないけど、できること、皆さんを楽しませることは精一杯尽力尽くしたいと思うんで頑張ってきます。という感じでね、3ヶ月以内に NPCJ のサポーター役としてバックステージに入らせていただくので、その際はですね、 NPCJ の選手方、私山崎恭介をよろしくお願いいたします。という感じで今日はこの報告で終わりにしたいと思います。じゃあね、バイバイ。